本校は今年度より板橋区としては2校目の教科センター方式の学校としてスタートいたしました教科センター方式とは各教科が教科教室を持ち教科の専門性をより深めて学習することを狙いとした方式のことです生徒はすべての授業について教科教室で移動して授業に参加をいたします今年度のスタートに先立ち平成26年度より 市区のまた昨年度よりパナソニック教育財団様の特別研究指定校として制度の主体的な学びを重視した授業の工夫改善をテーマに研究を進めてまいりました主体性を支える学びを深めるための問題解決型探究型授業や共同学習の導入等に ICT 機器をどのように活用したら効果的かを検討実践しその効果についての検証を繰り返しました 校舎4階までの各教室には電子黒板実物投影機プロジェクター等の ICT 機器が整備されて大変恵まれた環境ですただいま説明にもありましたが教科センター方式でほぼ全教室に電子黒板等の ICT 機器が備え付けられているという恵まれた環境でいかにそれを生徒の主体的な学びの確かな し,ました。主体的な学び確かな学力のために使っていくかいかに ICT 機器を身近なものとして教師も生徒も使っていくかということを改築中のプレハブ校舎での様々な教育活動の中で試行錯誤してきた1年でした吉崎先生岸先生にご指導いただきながら研究授業だけでなく普段の授業においても思考と検証を重ね作成したものが 先ほどお配りさせていただきましたこちらの印刷物の方にまとめさせていただきましたこちらにはタブレット端末、電子黒板、シュガカメラ等の ICT 機器を活用する場面を導入、展開、まとめの3つの時間軸、そして3つのカテゴリーで全教科分まとめてあります板橋区では9月より全中学校に45台のタブレット型パソコンが配布されます この形が一つの事業モデルとして各校で活用していただけるものになるよう今年度も ICT を活用した事業デザインの研究を全教科で進めてまいりますでは具体的な活動例についていくつかお話しいたします国語科では自分の思いや考えを根拠を明確にして伝える力他人の他者の考えを聞き主体的に自分の考えを広げていくことを狙いとして ICT 機器を活用しています 冗談はスピーチの授業ですこれは評価、えー。これまでは評価用紙を持ってお互い見合い自分自身で判断したことを自分の言葉で伝えるという方式でした。えー、生徒の持つ語彙力によって伝え方には大きな差が出てきます。 そこでタブレット端末を使用して画像を撮りもう一人がメモをするという方法を取ることで自分のスピーチの動画を見ながらアドバイスをもらうことでより具体的な改善方法を自ら理解することができるようになりました下段は単価学習のまとめとして創作を行っている場面ですご覧になりにくいと思いますが4人で1台のタブレットに映し出された何枚かの画像から自由に単価を作り それをタブレットの画像と組み合わせて書き込んでグループごとに評価したり w i f i につなぎ正面の大きな電子黒板で共有するというような授業です従来の授業ではできなかった即興性のある短歌の発表発表会同じ画像を使用しても視点や表現の仕方が異なっていることを体験的に知りすぐに共有自分の考えものの見方を大変効果的に広げ深めることができたと感じています このような ICT 活用を意識した授業を続け、一定の成果を上げることができました。ご覧になっている画像ですね、データですが、全国学力テストの、A、B 問題など考えを持つことによっては大きな向上を見ることができました。 研究推進部ですすよろししくお願いします私は理科の担当ですけれども理科の研究目標は課題に興味を持ち観察実験の結果から論理的に考察し主体的に課題を解決する力共同学習により互いの考えを高め合う態度をとしました。 理科の評価の観点はご覧いただいているあいうえになりますけれどもそこで ICT の機器の活用として導入で課題提示をしたり関心力を高めたり展開において観察実験の記録をしたり共同の資料を提示したりまとめにおいて振り返り、提示、自治へということで ICT 機器を活用しましたまた先ほど申し上げた通りに共同学習の導入問題解決学習を理科においても取り入れました授業実践例です。 上の上段は私の授業なんですけれども3年生運動の様子物体が運動する様子を記録テープで記録しましてそちらをディスプレイで表示し全体で情報を共有する実験の結果を素早く全体で共有して考察につなげるという授業実践を行いましたまた下段は発展学習なのですが実験回路を各班に1つタブレット型パソコンを 配布しまして各班が作成した実験回路それを撮影し無線によって電子黒板に投影するそのような手法により各班のアイディアを即座でその場で共有するという授業実践を行いましたこのような活動により平成26年度27年度の理科の授業分かりやすいかという調査の中で自分の考え発表が多いですとか繰り返し学習する時間が多いなどの項目において 結果がが非常に肯定的評価が向上していますまた校内における事業評価においても各項目において肯定的評価が80%以上の結果を得ましたまた2月29日に授業研,究研究実践報告会も行いまして300人以上を超える多数の参加をいただきましたそのの中で参加者の 方にいただいたアンケート結果なんですけれども、えー、授業をご覧になっていただいて、えー、基本的な知識・技能を身につけるですとか、えー、表現する各項目において高い評価をいただいておりますまた、えー、生徒の思考力・判断力・表現力・主体性の育成について必要なのは何だと思いますかという質問に対して、えー、このような結果となっているんですけれども、えー、考えをまとめ伝え合う他の考えに触れるという項目において100%の方が、えー、肯定的に、えー、判断しています 中大中学校では小中連携授業による打ち合わせまた日々の校内研修館において授業について検討していますまた今後も授業改善を進めてまた i c 器を活用しながら生徒の力を高めていきたいと思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございました